はい、どうも、沢健でございます。よろしくお願いします。Hey folks, how's it going? This is 沢健 for you. I hope everyone is doing well. さあ、本日はですね、本日はちょっとアメリカ、そしてラスベガスについて、ちょっとね、いろいろお話をしたいと思っております。というのも、先週ですね、先週ラスベガスに旅行に行ってきまして、まあ私は非常にラスベガスという街が大好きなものですから、本当はね、毎年行きたいぐらいなんですけれども、コロナで行けなかったので4年ぶりに行ったんですよね、4年ぶりに。だからまあ、楽しかったですね。はい。で、まあこの動画は、一応音声だけでも、楽しめるようになっておりますので、このね、この画面見てるのがしんどい方はですね、全然見なくても大丈夫です。はい、大丈夫です。で、まず、物価ですね。アメリカの物価がアホみたいに高いですね。まあ、当然、ラスベガスという、まあ、超観光地なので、多少こう、ふっかけられてるっていうのもあるとは思うんですけれども、水が欲しい。ね。この 500ml の水買ったらですね、まあ基本的に4ドルとかするんですよね。で、4ドルだと、日本円だと、まあ、600円近くするわけですよ。600円近く。500ml のただの水で600円って、バカ野郎って感じですよね、本当に。で、一応その、ラスベガスでも、その、スーパーマーケット、本当に一般の方が行くようなスーパーマーケットに行ってみたんですけれども、この、一本単体で買っても、やっぱり2ドルとかするんですよね。2ドルということは、だいたい300円近いんですよ。まあ、今この動画を撮ってる時点ではだいたい1ドルが145円ぐらいだと思うんですけれど、なのでもう普通にスーパーマーケットで買っても、その1本300円近いっていうさ、だからもうなんか、ほら、レストランとか行くとさ、もちろん高いんでしょ、プラスチップでしょ。だから本当に今回のラスベガス旅行は、まあ、本当にね、出費が多かったです。いや、びっくりしちゃいましたね。もうなんかもう、半笑いでも、この水買うときも半笑いで買ってましたもん。アホみたいに高いですね、みたいな。あとね、もう一つね、ちょっとね、今回アメリカに行って、まあ、ちょっと感動したのが、ウーバーイーツの方じゃなくて、ウーバータクシーの方ですね。日本は、個人がタクシーみたいなことをすることがダメなので、だから、要するに、ウーバーって、もともとはタクシーから始まったんですよ。で、ウーバーイーツは、まあ、後からなんですけれど、だから、個人タクシーっていうのがアメリカは、ウーバーのおかげで今すごい盛んなんですけれども、で、今回、僕もたくさん使いました。まあ、逆に言うと、普通のタクシーには一切乗ってなくて、ウーバータクシーを、まあ、10回ぐらい、合計で10回ぐらい使ったんですけど、まあ、便利ですね。便利。うん。で、あと、やっぱり評価システムってあるじゃないですか。このドライバーは良かったとか。ね。まあ、もちろん我々、乗客もつけられてるんですけれど、まあ、乗客以上にね、ドライバーの評価の方が、まあ、大事だと思うんですけど、で、やっぱ評価されると、やっぱ結構ちゃんと人間、真面目に仕事やろうとするじゃないですか。特にやっぱり評価によってやっぱ選ばれるとか選ばれないとか、そこまで来るとやっぱり、ね、エクストラサービスっていうかさ、こう、ね、求められていること以上のことをやってあげようとするし、なんだろう、
まあ、接客というか、笑顔でやろうとしたりするし、やっぱり、評価ってめちゃめちゃ大切だなって思いました。だから、あとやっぱり、まあ、ラスベガスという街は結構コンパクトにできてて、で、それでいて超観光地だから、まあ、結構捕まりやすかったっていうのもあるんですけれど、すごい便利でしたね。しかももっといいのが、タクシーだとさ、こう、A から B まで行くときに、その、なんていうのか、時間も関係あるじゃないですか。距離だけじゃなくて、どれぐらいの時間かかったか。例えば渋滞食らっちゃったら、その時間分もやっぱり料金に発生するんですよね。でもその、ウーバータクシーって、もう、なんていうのかな、選ぶときにもうすでにいくらって決まってるんですよ。ね。だから A から B に行きたいっていうときに、こう調べると、例えば1500円ですってこうも出るんですよ。で、ピッて押すと、もうその途中で、ね、どれだけ遠回りされようが、どれだけ渋滞があろうが、1500円は1500円なんですよ。だからこれも本当になんか、明瞭会計っていうんですか？明瞭会計っていうの言葉ちょっとごめんなさい。あんまり日本語はそこまで得意じゃないんで、つっても一番得意ですけど、まあ、あんまり詳しくないんで、確か明瞭会計だったと思うんですけど、とにかく、いくらなんのかなとか考えなくていいっていう、そういう、まあ、なんていうのかな、安心さもありましたね。まあ、あとは、まあ、チップ。ね、チップを、渡すんですけれども、そのチップもですね、その場で渡さなくていいんですよ。後からいくら渡すって決めれるんで、なんちゅうのかな、その場でのプレッシャーがないんですよ。お、いくらチップくれるんだみたいな。そういうプレッシャーがないんですよね。で、僕がよく使ってた言葉が、そのタクシー乗り終わった後に、あれが、ちょっと待って。すいません、今これ iPhone で撮ってるんで、今ね、なんかバッテリーがなくなりましたみたいな。どうでもいいね。で、そう、終わったら、I will take care of you through app って言ったんですよ。要するに、I'll take care of you っていうのは、要するにチップをあげるってことなんですけど、I'll take care of you through app。要するに、アプリでチップ払いますって言ったんですよね。で、それで全然十分なんですよ。で、そしたら、oh, thanks みたいな感じで。で、それで、とりあえずその場は、チップのやり取りがなくて終わって、で、後からよく考えて、例えば僕の場合だと、ラスベガスでですね、一個ね、ちょっとね、外れがあったんですよ。何かっていうと、あんなクソ暑いところで、なんか、ガソリン代をケチろうとしてるのかわかんないんですけど、クーラーをつけてくれなくて、クーラーつけずに、窓を開けっぱなしにするっていう、いやもう、熱風が入ってくるだけで暑いっちゅうことって思ったんですけど、さすがにそれは、なんか、チップあげたくなかったし、あとは、いい評価も、やっぱりちょっと上げれませんでしたね。だ確か、まあ5段階評価なんですけれども、さすがに、あれは、評価を、まあ3にして、まあチップはね、一応ね、チップは一応上げました。でもやっぱり、そこはね、サービスによってチップの量、ちゃんとね、変えればいいと思う。まあ、だからゼロにはしなかったですけど、まあ、正直言うと、まあ、1ドルにしました。ちょっとね、あれは、ラスベガスみたいなクソ暑い時に、クーラーをかけずに、窓全開で、それはないと思って、お客さんを乗せるという商売をやってる中で、クーラーつけずに窓全開っていうのはそれはないと思って。まあでも1ドルだけね。1ドルだけはあげました。まあそれでも、まあでもね、そんなわけで、まあ当たり外れは多少はありますけれど、でも、ウーバータクシーは本当に便利でしたね。安いし、やっぱり安いし、明瞭会計。これ本当に大事だと思いました。で、ここまでが、まあ、アメリカとしての、まあ、総合的なお話なんですけど、今度はこのラスベガスに限定したお話なんですけれど、まあ、4年ぶりに行ったので、いろいろ変わってたところもあったんですが、まず一つ、
新しい建物があって、それはザ・スフィアって言ってさ、なんだろう、この巨大なこの球体の建物なんですけれど、That's like scary. It is scary. A giant ball. Just start rolling. またこれが面白くって、これね、で、全てに LED ライトがこうつけられてて、もういくつついてんですかね、もうなんか、多分万じゃない、もう何十万とかついてるんでしょうね、多分ね。何十万、何百万ってね、わかんないですけどね。もうとりあえずバーついてるんでしょうね。で、それで、もう例えば、だから夜、こう、それが発光すると、まあ、綺麗なんですよね。でかいし、で、例えばそれが地球みたいな、ね、地球みたいになったり、ね、あとは、バスケットボールになったりとかさ、とにかくなんかいろんなものに化けて、すごいなーって思ってましたね。なんかよく、まあ旅行ってさ、例えばなんかほら、例えばヨーロッパのどこどこに旅行行って、こういうお城を見たとか、世界遺産を見たとかさ、結構その古いものを見るとかっていう旅行もあると思うんですけれど、で、それはそれでね、楽しいと思うんですが、ラスベガスはですね、僕に言わせると、新しいものを見に行くっていう感じですね。だから僕はもう本当にイノベーションっていうのかな。イノベーションを本当に行くたんびに感じられる街ですね。本当に面白い。で、あとやっぱりね、次何やるかなと思ったらさ、なんとね、今年、2023年の11月は、F1 グランプリやっちゃうんですよ。要するにラスベガスストリップってさ、ね、有名なラスベガスストリップっていう大通りがあるじゃないですか。あそこを F1 を走らせちゃうっていうさ、まあ、とんでもねえことを、まあ、計画してるわけですよね。まあもう計画じゃないですね。もうやるって決まってるんで。それが11月だったと思うんですけど、でさ、まあ今、だからまあ建設中なんですよね。なんちゅうの、この観客スタンドとかさ、ピットインするとことかさ、まあ、今、急ピッチで作ってるわけなんですけど、もうこの、なんちゅうの、この、たったの多分2、3日だと思うんですけど、これたったの2、3日のために、ここまで作る？みたいな。まあ、本当になんか、なんだろう。エンターテイメントということに関しては、本当になんか、ね、本当に貪欲に、アグレッシブに 攻める街だなと思って。ね、で、なんか、ウーバーのタクシーのうんちゃんが言ってたけど、なんか、その2、3日は、もう、なんか、ホテルとかもうすでに埋まってて、一番安いとこでも、1泊15万円とか なっちゃってて、まあそれ言ったらもう本当に、ピュア F1 のファン F1 大好きな人か、その関係者か、まあ要するにプレスとか、あとは本当になんかお金持ちの人たちぐらいしか、もうその2、3日は、もうラスベガスに入れないよね、みたいな。ね、そんな話をしてましたね。例えば僕らの場合です。まあ、妻と行ったんですけど、今回。僕らの場合は結構もう半年前とかに予約をしたりするんですけれど、結構半年前だと、早すぎて、結構例えば今回も半年前にしたんですけど、その飛行機の時間が全然当初と全然変わっちゃったりとかして、そういう意味で、そういうリスクはあるんですけれど、まず大事なのが、ちゃんとラスベガスのシーズンをチェックして、シーズンのね、イベントをチェックして、ほら、ただいろんなほら、コンベンションとかもあるからさ、そう、やっぱ高い時ってあるんですよ。例えば、電化製品の本当に世界最大のコンベンションとかやるときは、本当にやっぱり世界中から人が来たりするから、そういう時もやっぱ高いんですよね。だそういうのちゃんと調べて、なるべく早く、
予約を飛行機込みとかでやると、まあ、結構比較的安く、まあ、安いっつってもやっぱりね、超観光地なんで、まあ、安いっつってもね、まあ、どっちかさ高いと思うんですけれど、まあ、でも、納得のできる料金になると思うので、まあ、やっぱり早めに計画して、予約しちゃうのがいいのかなって思いますね。はい、そんなわけですいません。これもね、ラスベガス T シャツ着ちゃったりして、これはね、これはめちゃめちゃ安かったです。これはね、なんて言ったってね、ABC マート。ABC マートっていうのはいいですね。どこ行ってもね、世界どこ行っても ABC マートっていうのはね、安いですからね。はい、確かこれはね、これは ABC マートで買って、これは確か、2500円ぐらいだったかな。はい。ラスベガスにしては超安いと思います。はい、そんなわけで、アメリカ、そしてラスベガスのお話でした。Thank you very much for listening and take care guys. Thank you.